長広氏、長広し、超高、関体アザ、ジャンハオ、1984年7月6日イは、中国、ハルビン出身の男性フィギュアスケートペア選手。パートナーは、ウコサメ、ホーホド、ジョータンなど。2006年トリノオリンピックペア銀メダリスト、2002年、ソルトレークシティオリンピック、2010年、バンクーバーオリンピック、2014年ソチオリンピック、 中国代表。2014年5月1日に一般人女性と結婚し、2015年5月8日、妻との間に第一子となる男児が誕生している。中国のスケート競技のメッカ、ハルビンの生まれ。この街からは、陳由紀、超丹、宝星、刀剣というように数々の優秀な選手が次々と現れているが、蝶もその中の一人である。1988年。 4歳の時に名門ハルビンスケートクラブでスケートを始めた。現在も所属。当初は男子シングル選手で10歳の時にはトリプルループが飛べるようになっていた。しかしリフトをやってみたかったという理由で14歳の時にペア競技に転校。1999から2000シーズンより ISU ジュニアグランプリに参戦。このシーズンは ISU ジュニアグランプリの SBC 杯で優勝、JGP モントリオール杯で準優勝、JGP ファイナル5位、世界ジュニア選手権5位、中国選手権2位という成績を残す。2000から2001シーズンは、JGP 中国、JGP ピルエッテン、JGP ファイナル、世界ジュニア選手権のすべてで優勝し、ジュニアクラスのタイトルを総なめにした。 2000年の世界ジュニア選手権では、史上初めて ISU に公式に認定された4回転ツイストリフトを成功させている。2001から2002シーズンの ISU ジュニアグランプリシリーズも全勝。シニアクラスの ISU チャンピオンシップスにも参戦し、4大陸選手権3位、世界選手権9位、ソルトレイクシティオリンピック11位など、早くも日の木舞台を経験。 この時の世界選手権で、今度はシニアクラスでも4回転ツイストリフトに成功する。オリンピックの SP では、ダイナミックな技の連続で、スタンディングオベーションを受けた。2002から2003シーズンからは、ISU グランプリシリーズに参戦した。表彰台に上ることはなかったが、中国選手権では優勝している。ただしこのシーズン以降、陳ン・ユキチョウ・博組は、 中国選手権に参戦していないので彼らを破っての優勝ではない。2003から2004シーズンには ISU グランプリシリーズはエリック・ボンパールイで優勝、スケートアメリカとロシア杯で3位、グランプリファイナルにも出場したが6位に終わった。2004から2005シーズンには世界選手権3位にまで到達し、新ユキ超広志博組に肉薄する。 この2シーズンでの彼らの演技の進歩は著しいものであり、同様に力をつけた同門の法政刀剣組と共に、ペア競技に中国の時代が到来したことを感じさせた。2005から2006シーズンのトリノオリンピックでは、優勝候補だった、新雪張超広志博組の超広志博が、アキレス腱断裂の大怪我を負ったため、中国の一番手として大会に挑んだ。 SP で2位につけた2人は、FS において4年前に、新雪超広志博組が挑んで果たせなかった4回転スロー、ジャンプに挑戦した。しかし、超短は着氷時に転倒し、左膝に負傷,負傷を負い、演技は一時中断された。もはや演技続行は、不可能かと思われたが、超短は演技続行を選び負傷後のパートで、サイドバイサイドの2回転アクセルマイナス3。 回転トーループという女子シングルのトップ選手でも難しいコンビネーションジャンプを成功させ銀メダルを獲得した。さらにチームは翌月の世界選手権にも出場。こちらでも2位に入り彼らが今や世界のトップチームの一角であることを満点下に示したのだった。2006から2007シーズンのグランプリファイナルでは3位に入賞するも表彰式を欠席した。 パートナーの長短は、大会中体調が思わしくなく、大会後検査入院を受けた。万全でない状態で出場した、世界選手権の SP ではミスが響き10位と、大幅に出遅れ、FS でも振るわない演技で4位、総合5位でシーズンを終えた。2007から2008シーズンも、長短の体調は万全ではないものの、ISU グランプリシリーズでは、エリック・ボンパールハイ、 ロシア杯ともに1位。しかしグランプリファイナル4大陸選手権では共に2位に終わる。パートナーの長短が4大陸選手権終了後手術を受け世界選手権に出場。SP では43.5点というすさまじい技術点を叩き出し1位につけたが FS ではミスが目立ち総合2位。二千八から二千九シーズンも ISU グランプリシリーズで二連勝を果たすも グランプリファイナル4大陸選手権では優勝をすることはできず、世界選手権も2年連続の銀メダルとなった。2009から2010シーズンは中国杯で2位、スケートアメリカで3位と振るわず、グランプリファイナルでは最下位の6位に沈む。SP の曲を2シーズン前のものに戻し、FS の衣装を変更して臨んだ4。 大陸選手権では優勝したものの2大会連続のメダルを狙ったバンクーバーオリンピックでは5位に終わる。翌月の世界選手権では SP、FS どもにミスの少ない演技を見せ、FS ではパーソナルベストを更新し、技術点ではトップだったものの演技構成点でタグミに差をつけられ、こちらも総合5位に終わり苦しいシーズンとなった。2010から2011シーズンは、 シーズンイン直前の練習中に中指を粉砕骨折し、全試合を欠場した。2011から2012シーズンに復帰して、ISU グランプリシリーズ2000で2位に入り、グランプリファイナルへ出場し4位となった。身長が伸びた、長短とのバランスが取りにくくなってきたため、ペアの解散を発表した。新たにホー、ホウホドとのペアを結成し、引き続き大浜に指示を受けた。 国内大会に出場した後、ISU グランプリシリーズの中国杯で、国際大会デビューし前のパートナーに引き続き4回転ツイストリフトを成功させたが、ミスが相次ぎ5位に終わった。2013から2014シーズン、中国杯では銅メダルを獲得した。続く NHK 杯では銀メダルを獲得。グランプリファイナルに進出し4位だった。 ソチオリンピックでは8位、世界選手権では5位と共に入賞を果たした。2014から2015シーズン、中国杯にて方ほどとのペアでは、グランプリシリーズ初優勝を飾る。グランプリファイナルでは2年連続で4位だった。4大陸選手権では銀メダルを獲得、世界選手権では前年より一つ順位を上げて4位となった。 2015から2016シーズン、グランプリシリーズの成績は8位だったが、随分性、半層組の出場自体により、グランプリファイナルへの出場が決まった。しかし、超広志の背中の怪我も影響し6位に終わった。世界選手権には、テストスケートを経て代表が内定された。ところが、大会では、ジャンプのミスが、相次ぎ、過去最低の12位と惨敗した。 2016年4月26日、鳳ほど、蝶広史組と、ウコサメ・金洋組の間でペアを組み替えることが発表された。蝶は鳳ほどとのペアを解消し、ウコサメと新たなペアを組むこととなった。2016から2017シーズン、スケートカナダで銀メダルを獲得した。続く中国杯では優勝し、 三人の異なるパートナーとグランプリシリーズを制した初めての選手となった。三度目の出場となったグランプリファイナルでは銀メダルを獲得し、8年ぶりに表彰台に立った。三人の異なるパートナーとグランプリファイナルに進出した選手は超広しが初めてである。アジア冬季競技大会では2位である方ほど、金曜組に20点以上の差をつけ、金メダルを獲得した。 その後、初出場の世界選手権では4位となった。洋浜文下に共通するダイナミックな演技が持ち味で、ある。ペア選手としては大柄な長短を持ち上げたり投げたりしなければならなかったため、その上半身は見事にビルドアップされている。フリースケーティングでのコンビネーションジャンプでは、2回転アクセルプラス3回転トーループを飛ぶ。 コンビネーションジャンプのセカンドジャンプで3回転のジャンプを飛ぶのは2015年スケートアメリカでクセニアストルボア、ヒョードルクリモフグミが3回転、トーループプラス3回転、トーループプラス2回転トーループを飛ぶまで超単と超広しのペアのみだった。4回転ツイストリフトを2000年世界ジュニア選手権、超単とのペアで ISU 公式大会として初めて成功させる。 また2013年世界選手権、ホーホドとのペア、2017年4大陸選手権、ウコサメとのペアでも成功させている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。